西暦1935年、ヨーロッパ大陸は東西二つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家東ヨーロッパ帝国連合と、王政を廃した共和国国家の連合体大西洋連邦機構である。鉱物資源ラグナイトをめぐり勢力争いを広げる両国はついに開戦。大陸は戦争の炎に包まれることとなった。第二次ヨーロッパ大戦の勃発である。圧倒的な戦力を誇る帝国軍は次々と国境を越え侵攻を開始。その矛先は連邦のみならず周辺諸国へも向けられた。ガリア公国、帝国と連邦の中間に位置し武装中立を国是とする自然豊かな小国家である。しかしその豊富なラグナイト資源を奪わんとする帝国はガリア公国に宣戦を布告、雪崩を打ってその領内へと進撃を開始した。序章、開戦。西暦1935年3月、ガリア公国、国境の町ブルール郊外。帝国と国境を隔てたブルールの人々は戦火を恐れ次々と町を脱出し始めていた。この道を通るのも3年ぶりか。懐かしいな。お、あれはもしかして、やっぱり光りますじゃないか。もう光りますが川を遡る季節なんだな。動かないで、ゆっくり両手を上げなさい。見かけない顔ね。名前は？僕の名前はウェルキン。君たちは？我々はブルールの自警団の者です。私は分隊長のアリシア。最近帝国のスパイがうろついているという情報があって見回りをしてたんだけど。信じてもらえると嬉しいんだけど、僕は単に魚のスケッチをしていただけで。魚のスケッチね。このご時世に結構ですこと。その話の続きは詰め所でゆっくりと聞かせてもらいます。拘束しなさい。まいっ。魚やお花、虫のスケッチばっかり。あなた絵が上手なのね。だから魚のスケッチをしていただけなんだって。いえ、これだって新種の暗号かもしれない。じっくり調べさせてもらいます。
兄さん。イサラ、元気だったかい？兄さん、一体どうしたのですか？あれ、あなたは確かギュンター将軍の。はい、ギュンターの娘のイサラです。まだ疎開してなかったの？はい、兄が今日迎えに来てくれることになっていたんです。その兄というのが今そこで拘束されている人です。え？ごめんなさい、メモを取っているのが見えたからついスパイと間違えちゃって。いや、客観的に見たら疑われてもおかしくない行為だ。兄は子供の頃から自然が好きで、今は首都の大学で学んでいるんです。これからは自分も誰かに観察されているかもしれないってことを覚えておくよ。純正よ、みんな体を低くして。あそこだ。ああ、軍事教練で習ってきたからね。敵はおそらく偵察目的の少人数部隊よ。私たちで撃退しましょう。わかった。これより作戦を説明します。みんな、敵は全部で3人か。全員倒すまで気を抜かないで。ちょっと聞いて、大事なことを説明するね。行動開始する。よし。
いします。行動開始する。よし。よし、行くぞ。アリシア隊長、周囲には敵の姿は見当たりません。そう、引き続き警戒を厳にしてください。はっ。帝国軍の死んだ奴らはどうしましょう。埋葬してあげて。戦争は始まってしまった。この町の人たちを守るには私には戦うしか方法はないの。あれは粉雪草の種だ。小さいけれど白く綺麗な花を咲かせるんだよ。この戦争を振り返った時に思い出したいの。命を奪い合っていただけじゃないってこと。新しい命だってこの時代に生まれていたことを。西暦1935年3月15日、帝国はガリア公国に宣戦を布告。その領内に怒涛のごとく侵攻を開始した。第二次ヨーロッパ大戦のほんの小戦線に過ぎないと思われたこの地の戦いで、人々は目撃した。小国が
圧倒的な軍事大国を退けた奇跡的な勝利を、歴史の中に埋もれていた光と影、勇気と友情、迫害と偏見を、そして戦火の中に生まれた愛の感動。これは7ヶ月に及んだその戦いの記録である。一章、ブルール防衛戦。この風車塔を見るとふるさとに帰ってきたって気がするな。そうだね、親子風車あってこそのブルールだもんね。それじゃあ私はこれで失礼します。帝国軍が近づいているようなので気をつけて。イサラ、疎開の準備は進んでる？はい、日用品以外の荷造りは済んでいます。帝国軍が近づいているようだから日が暮れる前にはブルールを立とう。マーサさん、兄さんが帰ってきました。お帰りなさいませ、ウェルキン坊ちゃん。マーサさん、坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ。もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろう。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。これが5人目なので慣れたもんです。こんにちは、あのウェルキンいますか？あれ、アリシアじゃないか。どうかしたの？さっきのお詫びにと思って。はい、これどうぞ。え、もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだからちゃんと調理して食べてね。私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあ中に入ってよ。そんなことがあったんですか。坊ちゃん大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと。坊ちゃんも隅に置けませんね。え、そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。そうなんです、それに私たち知り合ったばかりですから。これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの。坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん、だから坊ちゃんはないだろう。
川将軍の写真？うん、それは僕が生まれる前の写真だね。立派なお父さんね。あれ、将軍の隣に写ってる方は？私の父、テイマーです。父は技師で将軍の戦車を設計していました。でもイサラさんって将軍の娘さんじゃ。両親は私を産んですぐに事故で他界しました。一人残された私を将軍は養女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。立ち入ったことを聞いちゃったかな。いいえ、気にしないでください。二人とも私の大切な父ですから。そっか、そうだよね。もうこんな時間、私そろそろ失礼しますね。兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあアリシアを送ってくるよ。ごちそうさまでした。それじゃあ失礼します。この通りもだいぶ寂しくなってしまったね。帝国との緊張が高まってからほとんどの人がブルールを離れちゃったんだ。ブルールから人がいなくなるのは寂しいことだけど、いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。メルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん、僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。え、そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ。自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。何の音？この音。隊長、帝国軍の奇襲です。敵部隊が町の中に侵入してきた模様です。待機中の自警団員を緊急招集してここは私たちで食い止めましょう。敵は風車塔広場にいるようだ。僕も手伝うよ。メルキン、ありがとう。さあ行きましょう。Thank you.
それでは作戦を説明します。これより作戦を開始します。これより風車塔広場にいる帝国軍を攻撃します。目的は敵部隊の隊長を倒すこと。隊長を倒せば指揮系統が乱れて町の人たちが避難する時間を稼げるかもしれない。分かった、気をつけていこう。ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。行動開始する。よし、よし、行くぞ。
敵発見。今の僕たちの武器では戦車に歯が立たない。悔しいけど一旦ここは後退しましょう。メルキー、この大通りから東の路地に向けて、そこなら戦車も追ってこられないはずだから。あとなるべく障害物に隠れながら移動してね。戦車の砲撃をまともに食らったらしまいよ。あっ。
開始する。行くぞ。振り切ったぞ。アリシア、この後はどうする？悔しいけど、戦車まで出てきたんじゃとても町は守りきれない。こうなったら町の人を一人でも多く脱出させましょう。大通りの門で敵を食い止めてみる。少しでも脱出する時間を稼げるように。わかった。それじゃあ僕は家に戻ってイサラとマーサさんを連れてくる。気をつけてね、メルキー。2章、ブルール撤退戦。マーサさん、無事でいてくれよ。マーサさん、なんだこのババア、ガキをはらんでやがるのか。めんどくせえ、まとめてぶっ殺してやる。やめてください。おい見ろよ、こいつダルクスの布を巻いてやがる。なんだお前、ダルクス人だったのか。道理で油くせえ家だと思ったぜ。ババアに油くせえダルクス人に。ここは豚小屋買ってんだよ。この家で勝手な真似は許しません。今すぐ出て行ってください。銃を下ろせ、ガキが扱える代物じゃねえ。イサラ！なんだてめえは！やろう！ダルクスのメス豚が。イサラ！私は大丈夫です。でもマーサさんが。マーサさん、いけない、陣痛が始まってる。動かすのは危険です。と言ってもここで寝かせておくわけにはいかないよ。かなりの数の帝国兵が町に侵入してきている。
風車塔広場が制圧されるのは時間の問題だ。兄さん、庭の納屋に行きましょう。納屋に？父さんたちが残してくれたものが私たちを助けてくれるはずです。これは父さんが乗っていた。父テーマーが将軍のために一両だけ製造したエーデルワイス号です。だけどこの戦車は10年以上も動かしていないはずじゃ。大丈夫です。いつでも動かせるように整備してあります。私が軍事教練で整備を専攻していたのは父のような技師になりたかったからです。整備ってイサラが一人でやったのかい？基本部分はほとんど手を加えていません。エンジンに新型のタービンを搭載して出力重量比の向上を図ってあります。今の時代の戦車と比較しても水準以上の火力と機動力を発揮できるはずです。父さんの戦車が動くのか。兄さんは機構訓練コースを選択していましたね。ああ、高校の時一応ね。マーサさんを連れてきてください。戦車に乗せて安全なところに避難しましょう。戦車は私が運転します。兄さんは指示をお願いします。イサラ、発進の準備はいいか？エンジン始動。エーデルワイス号、発進準備整いました。アリシアたちが住民を逃がすためにまだ交戦中かもしれない。風車塔広場を抜けてアリシアと合流してから町を脱出しよう。エーデルワイス号、発進。
作戦内容を伝えます。それでは作戦を開始します。この門を破られたら避難中の町の人たちに大きな犠牲が出るでしょう。これより我が自警団はこの門を死守します。絶対にこの門は破壊させません。ちょっといい？今から説明することをよく。私の出番ね。発見したよ、発見したよ。敵発見。
開します。この門を破られたら避難中の町の人たちに大きな犠牲が出るでしょう。私の出番ね。発見したよ。いけない、門が壊れ始めてる。行動開始します。敵発見。
がとう。私の出番ね。
出撃する。撃破したぞ。やった、すごいアナルキン。敵部隊が一旦引いていくな。これで少し時間が稼げそうだ。兄さん、マーザさんの赤ちゃんが生まれました。え、戦車の中で生まれちゃったのかい。はい、幸いマーザさんも赤ちゃんも無事です。そうか、よかった。よし、敵を警戒しつつ郊外に脱出しよう。帝国軍の奇襲を受けたブルールは襲撃からわずか2時間足らずで制圧された。帝国にとっては一局面でしかなかったこの戦いこそが、後にガリアの英雄と称えられるウェルキンの初めての戦いとなった。
リシア。戦争が始まってこうなる覚悟はしていたつもりだった。でもね、自分の生まれ育った町が壊されて、たくさんの人たちが一瞬で死んでしまった。こんなことが起きるなんて今でも信じられない。気ままに生きているように見える鳥や虫たちも自分の縄張りを持っているんだ。そしてその縄張りを守るために命がけで戦う習性がある。人間も生き物である以上、その宿命からは逃れられないのかもしれない。でも生き物たちは争い合ってるように見えて、種族を超えて共存していることもあるんだ。共存？うん。僕はその共存の仕組みを知りたいんだ。それを知るために自然科学を学んでいる。その仕組みが分かれば人間の暮らしに生かせるような気がするんだ。そしていつか教師になれた時、子供たちにそれを教えていくことができたら、争い自体をなくすことができなくても共に手を取り合って生きていけると思う。メルキ。兄さん、マーサさんが眠りについたので赤ちゃんを預かってきました。わあ、かわいい。アリシアが言っていたように、戦争の中でも生まれてくる命があるんだね。ほら、お前のふるさとだよ。きっとここに帰ってこようね。ああ、いつの日か、きっと。三章、バーゼル市街地戦。西暦1935年3月、帝国はガリア公国東部国境を越え侵攻を開始。帝国軍ガリア侵攻部隊総司令官のマクシミリアンは、独自の軍事思想から戦車主体の機甲師団を編成し、ギルランダイオ要塞をはじめとするガリア東部の重要拠点を次々と制圧していった。侵攻の対象とされたブルールもわずか2時間で陥落。ウェルキンをはじめとするブルールの住民たちはガリア公国の首都ランドグリーズへと避難した。ガリア公国の首都ランドグリーズ、古くから城塞都市として栄えた町である。ユニコーンにも例えられるランドグリーズ城にはガリア公国元首コーデリア姫が住まう。中立を国是とするガリア公国では、国民開閉制度と呼ばれる制度が定められていた。この制度では各教育機関での軍事訓練を単位科目として義務付けており、有事の際には一般市民が義勇軍として招集されるのだ。帝国との争いが激化した今、ウェルキンとアリシアもその例に漏れず義勇軍に配属される運びとなった。今日からここが僕の部屋か。お、これが軍服だな。出頭する前に着替えておかないとな。よし、準備をするか。照明弾に双眼鏡、それにコンパスと地図か。作戦行動に必要なものは一通り揃ってるな。
ウェルキン、入ってもいい？ああ、どうぞ。ウェルキンの着替え、終わったんだ。うん、よく似合ってる。かっこいいよ。ねえ、私はどうかな？新しい軍服、似合ってる？そうだな。うん、よく似合ってる。すごく着慣れている感じがするな。本当に？無理して言ってない？無理なんかしてないさ。凛々しくてすごくいいと思う。よかった。似合っているかどうか不安だったんだ。特に腰のあたりの装甲とか、甲虫類の外骨格みたいでかっこいいよ。甲虫類って虫？ベルキン、虫みたいって言われて喜ぶ女の子っていると思う？え？甲虫類だよ。カブトムシだよ。虫の王者だよ。嬉しくないかな。わかったわ。ウェルキンらしい褒め言葉として素直に受け取っておきますか。そういえばそのスカーフずっとかぶっているね。これパン屋で働いていた時のスカーフなんだ。へえ、そうだったんだ。今は軍隊にいるけど、パン屋で頑張った気持ちを忘れたくなくて、また働ける時までつけていようって決めたんだ。そっか。アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。ある、約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。ああ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。入りなさい。失礼します。本日付で義勇軍に配属になりました、ウェルキン・ギュンターです。同じく本日付で義勇軍に配属になりました、アリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、第七小隊の隊長をしてもらう。はっ。アリシア・メルキオットは軍曹とし、少尉好きの下士官として彼の補佐を任せる。はっ。まさかとは思っていたが、やっぱりウェルキンじゃないか。ファルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との戦争が始まったからな。士官候補者は次々と配属されている。二人は知り合い？はい、こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに、今日からは戦友になるってわけだ。そうだね、よろしく頼むよ。お、あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には今後あなたたちが世話になる場所も多いはずだ。見回ってくるといいだろう。作戦会議の時間になったら各自作戦本部へと帰還するように。以上、解散。いらっしゃい。どんなご様子か。その大将、もしかしてギュンター少尉っすか。やっぱり聞いたっすよ、ブルールからの撤退戦の話。
あの惨劇の中で守った小さな命、くー燃えるっす。ギュンター少尉、あんたはすごい人っす。ぜひ兄貴と呼ばせてほしいっす。どうしたのリオン、なんだか盛り上がっているようだけど。おー、クライス、見ろよ、ギュンター少尉だぜ、俺の兄貴。すみません、ギュンター少尉。彼はこういう口調ですが、悪気はないんです。申し遅れました。僕はクライス・チェルニー、ここで整備士の見習いをしています。なあ、オイラはリオン・シュミットっす。リオンでいいっすよ、ウェルキンの兄貴。ところでギュンター少尉、この研究開発所にご用ですか？ここでは兵器開発を行うことで武器を強化していくことができるんですよ。ライフルやマシンガンだけでなく、戦車も強化していくことができるっすよ。ただそれ相応の資金が必要っすけど。ライフルなどの銃器類は開発に成功すると自動的に量産されます。ですので隊員の人数分用意しなくても数はいくらでも供給できますよ。戦車の開発は戦車の車両自体を改造して強化することもできるし、オプションパーツというものを開発して戦車に装備することも可能っす。そうそう、車両整備を行うことでオプションパーツの装備付け替えが可能です。戦いの状況などに合わせて自由に付け替えをしてみてください。できたっすよ。ふぅ、完成したっす。完璧っす。はい兄貴、できたっすよ。完成したっす。完璧っす。ふぅ、完成したっす。完璧っす。できたっすよ。どうです、お役に立てたでしょうか。僕たちは日夜研究を続けています。今日できないことも明日には可能かもしれません。だから日を置いてまたいらしてください。その時までご期待に添えるよう努力します。兄貴、また来てくださいね。そんでどんどん発注してほしいっす。よく来たな、ウジ虫ども。俺が今日から貴様らを鍛える教官だ。まあ鍛えると言っても大したことはできない。所詮実戦に勝る訓練などないからな。ここでは
貴様らが実戦で積んだ経験を俺に示してもらう。俺はそれをもとに貴様らの能力を伸ばしてやる。つまりここはレベルアップができる場所だ。ただし軍隊において個人なんてものはない。あるのは部隊であり陛下という区分だけだ。故にレベルは陛下ごとに設定されている。偵察兵レベル2、突撃兵レベル3などとな。そして偵察兵の陛下レベルが1上がれば偵察兵の兵士は皆一律レベルが1上がる。いいか、ウジ虫ども、レベルアップは陛下ごと、よく覚えておけ。では実際に陛下のレベルアップのやり方を教えてやる。と言っても簡単だ。戦いで得た経験値を鍛えたい陛下に割り振っていけばいい。割り振った陛下の経験値が一定の数値に達したら、その陛下がレベルアップするというわけだ。どの陛下に割り振るか選ぶのは隊長の貴様だ。では実際にやってみろ。鍛えたいだけ鍛えるがいい。貴様らもレベルアップだ。対戦車兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。どうやら狙撃兵どもに新しいポテンシャルが目覚めたようだな。
できる！気合だ！どうだ？これが陛下別の訓練ってものだ。戦いで経験値を獲得したらここに来るがいい。そうだ、付け加えておくことがある。陛下がレベルアップした時にポテンシャルが目覚めることがあるのだ。ポテンシャルとは、そいつが持っている潜在能力だと考えていいだろう。それは戦場で発揮できる一種の能力だ。大事にするがいい。同様に陛下のレベルが上がるとオーダーを習得できることもある。そうだな、せっかくだ、貴様にこのオーダーを教えてやろう。つまりこれは隊長である貴様だけが使える特殊な命令だ。これも大事にするがいい。要するにだ、陛下のレベルを上げることで隊員たちはどんどん強くなっていく。さらにポテンシャルとオーダーを得ることも可能というわけだ。分かったか？訓練というものがいかに大事か。次からも陛下ごとにビシビシ鍛えてやるから覚悟しておけよ、ウジ虫ども。ちゃんと見回っているようね。感心だわ。ここは作戦司令室。あなたが率いる第七小隊の編成を行う場所よ。国民開兵制度に基づき志願動員で集められた義勇軍の兵士を小隊に編入することができるの。そういえば第七小隊は人数が不足していたわね。ちょうどいいわ。編成について教えましょう。これが兵士のリストよ。本人の適性をもとに陛下は最初から決定されているの。それでは5つの陛下について説明するわね。まずは偵察兵。その名の通り偵察を任務とした陛下よ。特徴は移動力。敵の情報を集めて戻ってくるだけの脚力を有しているわ。あと探知能力にも長けていて、草むらに潜伏した敵を遠くからも発見できるの。弱点は攻撃力が低いことね。だから前線へは索敵に向かわせるだけと割り切った方がいいわ。次は突撃兵。最前線に突撃し敵を一掃する兵かよ。特徴は高い攻撃力と防御力。こと戦闘に関しては右に出る者がいないわ。
これといった特殊能力はないけれど、目立った弱点も存在しない。最も安定して運用できる陛下だと思うわ。次は対戦車兵ね。戦車に対抗できる重要な陛下よ。特徴は言わずもがな。特殊な条件を除けば、対戦車兵だけが戦車にダメージを与えられる。爆発系の攻撃に耐性があるのも特徴ね。戦車榴弾にも強いわけだから、まさに対戦車ね。弱点は足が遅いことと、逆に銃弾に弱いこと、さらに弾数制限があることが挙げられるかしらね。次は支援兵。兵隊や戦闘支援を司る兵隊。特徴は弾薬の補給や治療ができること。戦車の修理もできるわね。土のうの設置や地雷の除去、櫓の修理などの戦闘支援も行える。まさに支援のエキスパートよ。弱点は攻撃力が低い点。あくまで後方支援要員と見た方がいいわ。最後は狙撃兵ね。遠く離れた場所から目標を狙い撃つ兵かよ。特徴は高い射撃能力と長い射程。かなり距離が離れた敵にも命中させられるの。狙撃兵のライフルにはスコープがついていて、より精密な射撃が可能となるのよ。弱点は移動力と防御力が低いこと。孤立して敵と向き合ったらまず助からないわね。以上が各陛下の簡単な説明よ。では早速あなたの小隊を編成してみて。最大人数は20人。いつでも入れ替え可能よ。俺はバイス・イングルバード。これから一緒に頑張ろうぜ。私は E.D. ネルソンですわ。今日からお世話になってもよろしくってよ。マリーナ・ウルフスタン、よろしく。ホーマー・ピエローニだよ。この命が尽きるまで君のもとで戦おう。カロス・ランザートと申します。よろしくお願いします。今日からよろしく。
ケビン・アボットです。よろしくお願いします。サリナス・ミルトンだ。よろしく頼むよ。ハンネス・サリンジャーっす。今日からお世話になるっす。ミッコリ・ホーキングです。本日からお世話になります。ウェンディ・チェスロック、よろしく。アイシャ・ノーマンです。よろしくお願いします。ベルキンさん、ジェーン・ターナーだ。帝国を倒せるなら何でもする。ニルス・デールデンだ。世話になる。ヒルメス・キッシンジャーだ。俺が入ったら女の子倍増間違いなしだね。俺、メルヴィル・ヤング頑張るからよろしくな、ウェルキン。はいどうも、テッド・ユスチノフです。よろしくお願いします。どう、招待を編成できたかしら。今後も隊員の入れ替えをしたいときはここに来るといいわ。時間が経てば新たな兵士も動員されてくるから、こまめにリストをチェックするといいわね。そうそう、新たに動員される兵士もちゃんと陛下訓練を受けているから安心して。これまであなたと共に戦ってきた隊員たちと陛下のレベルという点では遜色ないわ。だから隊員を入れ替えたからといって大きく戦力が低下するようなことはないはずよ。あなたは自分の目を信じて、これと見込んだ人間を隊員として迎え入れてちょうだい。私からの説明は以上よ。あとは自分なりに考えてやってみなさい。隊長ってのも大変なものだな。そういえばファルディオは第一小隊の隊長だって言ってたな。あいつも今頃部隊編成とかやってるのかな。よし、僕も僕なりに頑張ってみるか。